酒造りっていうか、この酒屋という仕事ですね、これはあの工場の作業ではないなと、まあ言うと家業みたいなもので、地域とともにあると、一緒に喜んで悲しんで、そして少しでも住みよい地域にするために努力していくっていうのが地域とともにあることじゃないかな。田舎はだんだん高齢化していって、まあ、いずれこの地区も水田をしてくれる、田んぼをしてくれる農業の方がいなくなってしまう。そうしますとこの地域そのものが荒れていくわけですね、田んぼにしても。でそれをなんとか維持したいというの、私もの会社で、酒造り用の米を作っていけば、まあ、それで水田を維持できるんじゃないかというのが思ったのが、地元で育ったものでお酒を作って、その出来上がったお酒を地元の神様に、おかげさまで今年は豊作になってこういういいお酒ができましたって奉納するのが本当の地酒じゃないかなと。久保田酒造11代目蔵元久保田直邦と申します。私どもの酒の特徴は3つあります。一つは酒蔵隣の水田で自社栽培した酒米を使っております。二つ目は水を仕込みに使っております。三つ目は先代10代目蔵元が自社開発した麹を作る機械を使って仕込みをしております。ですから大変味わい深いお酒になっていると思います。その味を楽しんでいただき、ぜひ当社の酒蔵ツアーにお越しください。